J36-21、ウのカーブで。本セクション、何を勉強したいかというと、なぜ先進国の富裕層はより豊かになったのか、えなぜ先進国の中間層は没落しているのか、と、また2020年代の排外主義とは何だ、と。テキスト右側に、その像の形をしたグラフがありますね。 y 軸が、縦が所得上昇率。わかりやすい話がすると、所得分布がそこまで高くない。つまり、新興国の中間層。例えば、インドネシアとか、例えば、インドなんかの中間層っていうのは所得がガンガン伸びてますよと。また、先進国のアメリカの金持ちなんかもより金持ちになってると。で、ところが、先進国の中間層。例えば、日本とか、アメリカの、 中間層ですから、年収で言うと、400万とか、600万、700万みたいなところが、お給料が上がってない、もしくは下がる、もしくは仕事を失うということが起きてますよと。で、こういうのをまとめて、ゾウのカーブと表現する。ここで、まず、議論したいのは、なんでアメリカの金持ちがより金持ちになってるのか、また、なんでアメリカは経済成長してるのか、って、ここら辺を議論したいんですね。なんででしょう冷戦終わったから。 冷戦終わったら経済成長する理由は？元々共産圏だったその東のヨーロッパのとかにも資本展開していけるのかな。なるほど。資本主義は世界中に展開した。世界中に資本投下していると。で、その資本を持っている富裕層がより儲けることですよね。なるほど。他はあります？IT 関連でアメリカは先行してるかなとか。IT 関連でアメリカ先行してるんですか？してると思います。ガーファとかあるし。 ガーファーっていうのは巨大な Google ググ、Apple、Facebook、Amazon。全部アメリカの会社ですよね。ちなみになんでアメリカの会社が IT は強いかまあ OS を抑えてるからですかなぜじゃあアメリカの OS が世界 OS の基準になるのか英語だから。英語はそんなに強いんですか ?IT 企業において英語っていうのは有利なんですかギサーを超えられるから。なるほど。アメリカに視界眼と インドがちょうど真逆で、アメリカ西海岸でプログラムを打った。で、あとはよろしくインドさんと。で、インドの朝に西海岸からプログラムの続きがあると。で、これを夕方まで打ち込んで、また西海岸さんよろしくっていう形で開発していくわけですね。GAFA の、これ、そのシステムを持ってるわけですよね。プログラムを組んでるわけですよね。で、これってかなり、実は、労働集約的なんですよね。労働集約っていうのは手間がかかりますよと。 で、これを、まあ、時差でやっていると。クラウドでやっているとですよね。で、労働集約っていうのは、イコール、何集約になりやすいどうぞ。司法集約に,になりやすいと。これ先ほどから何度も言っているように、労働力ってのはお金で買えますので、だから莫大なシステム開発費っていうのは、こんだけ、まあ、グレーカラーがいるよと。グレーカラー説明してください。SES とかそういうことですか あとですね、ホワイトカラーっていうのが、いわゆる管理職。白いワイシャツを着ている連中で。で、ブルーカラーっていうのは、まあ、作業服着てて。で、外して、ブルーカラーは単純労働である場合が多いと。お掃除の人とかは基本的に単純作業である場合が多いよね。青い服着てますよね。汚れが目立たないように。で、白い服を着ている人は、外して、難しい仕事をしていて、判断する仕事が多くて、お給料が高い場合が多いですよね。それはホワイトカラーと言います。 で、グレーカラーっていうのはどういうことかというと、作業服は着ておらず、パソコンに向かってるんだけども、結構単純作業してるよっていう人をグレーカラーって言います。IT ドカタですね、先生。最近の言われてる IT ドカタってやつですよね。上の人が考えたプログラムを打つ。そうです。もうこの通りの仕様で作ってくださいみたいな感じで。まあ湯気塾失敗しましたけども、湯気塾アプリを持ってたんですね。<laughs> 大失敗しましたけども。 で、なくなりますけども、ここでは、湯気塾では、いや、こっちの方が使いやすいんじゃないかとか、こっちの方が改転しやすいんじゃないかって、かなり頭を使う作業を議論でやってて、で、実際にプログラムに関しては、ベトナムの方に投げてたわけですね。なのそのパソコンに向かう作業が全てが、めっちゃ考え込むような作業をしてる方がそうじゃないよっていうのはあるわけですよね。まあ、極端なことを最近だと、例えば、ひたすらスクショを取っていくっていう仕事はもうあるわけですよ。大きい会社だとか役所だと賃金が高いので、 そのスクショを取る方向にその時給2000円とか2500円を回せないってことで安いまあ派遣の方を使ってもうスクショ要員がいるわけですよ。で、話元に戻して英語っていうのはやっぱすごくインドが英語使えて アメリカ当然英語でっていうことで、システム開発っていうのはすごくアメリカ得意でと。1995年度 Windows が出てから、ネットワークができるようになってから、世界が本当に、今だとクラウドですけども繋がるようになってから、アメリカ経済はもう爆心中ですね。で、そこに何度も言う通り資本がいるので、資本を持っている資本家への分配が大きくなるよと。 言ってみん分かりますいつも言ってるように、財、サービスを生産するためには、生産手段と労働力が必要で、資本の勝負になるので、資本を持ってる資本家にたくさん分配が行くわけですね。でなんでヨーロッパ経済成長してるんですかね ?EU。EU になると経済成長するんですか人の金の移動が自由になるわけですよね。と、そのいちいち税関をチェックする必要はないし、いちいち よそ様の通貨に変える必要ないわけですよね全部ユーロで行きますからまあちょっとねイギリスとかスウェーデンという例がありますけどもなので経済成長していると今までは国際貿易だったのにもう事実上国内貿易になるわけですよねで没落している中間層の職種はなんだっていう話なんですけども教師教師は没落してないんですかこれなんで教師は没落してないんですかバディサクリー スタディィサプリだったら画面の中にい1人だけでいいからほ他の残りの数万人は全員クビで切ってもいいじゃないですかもう10できるから今後どう考えても授業っていうのがその基本的にスマホの中で受けることになるのでまあ先生教師っていうのは、まあ、いらないって話になりますよねまあ例えば弁護士とかもいらなくなってるわけですよそう、うん、チ,ャッチャット GP まあ、チャット GPT もありますし、昔はちょっとわからないことだったら町の弁護士に聞いてたんですけども、今、大概のことはネットに書いてありますし、まあ、なんならん自分で訴訟もできちゃうんですよね。ネットで勉強すれば。まあ、ご自身も。私も、はい、もう、私も答案用紙改正裁判やってますから。まあ、銀行とかそうですよね。今までは窓口があって、言い方がすごい雑ですけども、あの、高卒で、こう、正確な子たちっているわけですよ、その。 なんだろう言い方悪いけども、思考力はそんなにないんだけども、その計算とかがめちゃめちゃできる子たちいるんですよ。そういう正確な子たちの、こう、結構受け皿として銀行窓口っていうのがあったんですけども、今はもう銀行が物理的にないですからね、スマホの中にありますからね。アメリカで、その、例えば自動車産業とか製鉄業っていうのは昔は主力だったんですけども、世界中で貿易しましょうということで、安い 鉄がインドから入ってくるとか、安い自動車が日本から入ってくるって話になるわけですよね。そうなると、アメリカでその自動車や鉄鋼でそこそこお給料をもらってた。まあ、年収でその五六百もらってた、月四十とかもらってた人たちが失業してっていうことになってます。 で、日本が、まあ、ここ30年経済成長してないよっていうのは、ここ最近の話題で、日本経済ってすげえ衰退してる、成長しないって言いますけども、まあ、そりゃそうなんですが、なんで成長してないのかというと、まあ、鎖国してるんですよね。世界と貿易してないわけですよね。例えば、韓国が経済成長したのは、EU と FTA を結んだ、フリートレードアグリメント、自由貿易協定を結んだ。結果、関連なしで、韓国は、 ギャラクシーを売ることはできますよと。車も売ることができますよと。また、あ、して、フランスの小麦を関税なしで買わなきゃいけないので、まあ、韓国の農業は壊滅したんですが、日本は必要率は高いですか、低いですかかなり低い。かなり低い。日本が治安がいい理由は必要率が低いっていうのがあって、で、なんで必要率が低いかというと、効率が悪い状態で、えー、みんなで仕事しようっていうことをやってるわけですね。効率が悪いというのは具体的には日本は、あの、首が切れないですね。 アメリカとかスウェーデンとかがすごく経済成長してる理由はもう簡単に首を切れる理由もいらないっていう。で中間層が没落没落の気に際してどう動くんだって話ですよね。 現代の動き、核の動き。まあ、現代の動き説明すると、トランプが絶好調ですよね。また大統領になるかもと。再び。トランプ、バイデン、トランプですよ。今までこういうことなかったんですよね。建国史上ね、大統領が2回あるっていうね、間挟んでってなかったんですけども。で、トランプさんがなんでここまで調子いいかっていうと、まず、 彼の支持基盤っていうのが、プアホワイト、白人の貧しい連中なんですよ。昔の白人っていうのはそこそこ稼いでたと。年収で言うと、まあ、400から700万。だから、月にお父ちゃんが30とか持ってきてましたよと。ところが、今は、えー、仕事を失って、まあ、月10万後半とか、バイトしてますよとか、月10万ちょっとじゃ食えないから、ウーバー運んでますよ、みたいなことをやってるわけですよね。 そのトランプの何に、その魅力を感じてるかというと、トランプアメリカファーストというわけですよ。で、アメリカが大事だと。で、それ以外の、まあ、国際関係とか倫理っていうのはちょっと置いとくと。で、具体的には、不法移民が入ってきてると。で、こいつらをもう完全に追い出そうと。入れないようにしようと。メキシコとアメリカの間に高い壁を作ろうと。 まあ、アメリカはもともと移民の国だったんですが、もうすでにいる移民で、すでにいるアメリカ人で固めようと。もうこれ以上入れないよと。で、テキストを下の方ですね、ポピュリズムですね、大衆迎合主義。所得や学歴が相対的に低い一般国民に対して、直接にすぐに利益になりそうなわかりやすい政策で支持を集めること。例えば、福祉を名目に金をばらまく公約をしたり、 仕事を奪うからといって外国人や移民労働者の排撃を訴えるなどの政策を叫ぶこと。アメリカ大統領だったらトランプの言説がこれに近い。トランプって書くといろいろ問題だから近いという表現をね、使ったと思いますけども。まあトランプが一番最初に大統領になった時に、まあ知性の敗北という表現が使われたんですけどね。ポピュリズムってことですよね。だからトランプの当選が。ヒトラーもこんな感じですか そうなんですよ。全く同じようなことが実は起きてて、テキストをめくってもらうと、まあ、ナチズムとか、ユダヤ人迫害の擁護集を抜いてきたわけですね、歴史層から。まあ、あの時も同じような状況で、その、まず、経済のダメージがあるわけですよ、大恐慌の。アメリカのニューヨークで起こったことなのに、その、ドイツの必要率は上がってしまってると。今やってるトランプのタイトルもそうなんですけども、世界経済の一部になるわけですね、国内経済も。 で国際協調ではなくてアメリカファーストで行こうと。国際協調ではなくてドイツだけが助かればいいと。まあ戦前の話だとブロック経済なんかを敷いていくわけですよね。でメキシコからの不法移民が悪いんだと。まあまあ全部悪いのはユダヤ人のせいだみたいなね。全部悪いのはメキシコ人のせいだみたいなこと言うわけですよ。ということで大衆が数の力で暴力的にものを進めていくことがあって。 まあ、例えば、ナチスの台頭とかそうだし、暴力的っていうのは、ナチスっていうのが、選挙の時に、共産党の集会とかを邪魔したりとか、まあ、ユダヤ人の商店を、こう、襲ったりとかって、まあ、それを、まあ、歓迎するわけですよね、大衆が。アメリカの場合も、まあ、トランプが、みんな国会議事堂に行こうぜとか言って、前回のトランプ政権の時の末期に、国会議事堂で、群衆が押し寄せて、 一定程度銃撃戦まで起きたわけですよね。で、このように、ヒトラーの時と、現在のトランプの時は重なるんじゃないかなと。経済が不安定になっている原因も同じだし、不安定になった結果、排外的になるというのも同じだし、と。ちょっと話変わりますけど、中世の時代って、そんなに悪い時代だったんですかね。暗黒の中世だったんでしょうかね。まあ、経済成長なるものはない。中世においては。 だって何が形成されないから資本資本が形成されとい,いうのはまとまったお金というのはどん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 自動的に増えていくという傾向があります拡大再生産ですよね中世の時代ってのは資本によって動く時代ではなくて神によって動いてた時代ですよねだ経済成長はないんですが安定していたと問題イギリスの食料はいつ不安定になりましたか大大陸不され大陸不されは 不安定な状態につけ込まれてやられたんですけども、体力サレを食らうってことは、イギリス国内で食料自給率が低下してるんことですよね。イギリス国内で食料自給率が低下した理由は何ですかね輸入した方が安いみたいな。なるほど。それ何と言いますか受験世界史のイベントでは。第一次囲い込み。第一次囲い込みですね。いや、もう麦畑潰して、羊買った方が儲かるでしょうって話ですよね。 で、何が言いたいかというと、資本主義って、概して目の前の通貨を追うために安定性にかける場合が多いんですよ。お金って数えられるんですよ。けど、不安定なものって数えようがないですよね。数えるのがすごく難しいんですよ。だ目の前の金貨の枚数に目がくらんで、不安定な社会を形成すると。潰してしまいましたよね。イギリスは、 大地囲い込み機に何やったかというと、ヘンリー八世が、イギリス国内の修道院から土地を没収してしまって、それをオークションにかけて、ジェントリーに売ったと。高値で一番買ってくれるやつに売ると。高値で一番買ったやつっていうのは、儲けるために高値で一番買ったわけだ。つまり、儲けるために何するかというと、その麦畑を潰して、羊を買うと。そこで羊が出たりとか、そこで食料が不安定になるってことを、 まあ、無視するわけですよね、資本主義っていうのは。これを皮肉った、ここを指摘した学者の名前はトマス・モア。なんと言いました最近の一筋は人間を喰らうようになった。と表現してるわけですね。で、何が言いたいかというと、資本主義っていうのは、どん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 、こう、富を求めて拡大していくわけですね。で、その結果、いいか悪いかを置いといて、世界を繋げてしまうわけですね。まあ、これをかなり暴力的に繋げたことを帝国主義と表現します。で、 すごく目の前の利益を追い求めて不安定になって。で、不安定になった結果、このような大衆の動きなんかが出てくるわけですね。で、資本主義に対して懐疑的になると。今までのような無条件な資本主義はダメだということで、例えばトランプっていうのは政府が指導するんだと。例えば、トヨタの社長を呼びつけて、いや、メキシコに自動車工場を作らないでよっていうわけですよね。その経済活動の自由からすると反するんですけども。 まあ、トヨタは、トランプに逆らわずに分かりました。メキシコには自動車工場を作りませんと。アメリカ人の雇用を一定程度守るために、じゃあ、ちょっと財産悪いですけどあアメリカの方に工場を作りますみたいな話になるわけですよ。問題。資本主義を否定する、これを理念として掲げた政党の名前は今の話の中で。ナチ党ナチ党。ナチ党の正式名称日本語で、国民社会主義、ドイツ労働者と、ソーシャリズムっていうのが入ってるわけですよね。 なので、何が言いたいかというと、今まで通りの資本主義とはいかないでしょうねっていう。セクション J36-21、像のカーブ終了です。